すっごいお天気です。Walking tightrope, say the lightning, like how you move, move. I would swim across the ocean to hold on to you. 今からハワイでーす。バイバイ。はい、ということで空港に着きました。今からハワイに行ってきます。ヤクルト優勝旅行ということでハワイに行くんですけど、せっかくハワイに行くんだったら長居したいなということなので、前乗りして家族時間も楽しみつつ優勝旅行も参加したいと思います。久しぶりの海外、楽しみ。行ってきます。このバッグ、シャネルのアメリカの国旗なんです。可愛いので持ってきた。これタオル地なんでめっちゃ軽いから、よく海外行く時とか旅行の時に使ってます。寝る時間もなくバタバタ過ごしていました。そうで、まだハワイに着いてからホテルチェックインまで時間があるので、毎回行く大好きな場所にまずは行きたいと思います。どこでしょうか。正解はゆっちゃん連連です。いつもハワイに着くとチェックインまで、だいたい朝着くのでチェックインまで時間があるから、ゆっちゃん連連という冷麺屋さんがオリジナルパンケーキっていうパンケーキ屋さんに行きます。今日はお冷麺の気持ちなので、お冷麺食べてみたいと思います。では行ってきます。はい、みんな大好きなゆっちゃん冷麺です。冷麺さんと一緒に一つ目のホテルはカハラホテルです。すごーい、オーナメント。来ました。オーシャンビュー、わー綺麗。初めてのハワイはどうですか？ねえ、見て、綺麗だね、海。すごいよ、エメラルドグリーンだね。どう？うん？ま？綺麗？うん。すごい綺麗ね。こっち行くの。落ちないでよ。わあ、怖いこれ。あっという間に夜。一日目のディナーは私の大好きなイタリアンのお店、アランチーノ。ハワイの夜に、ハワイ。オイルベースのアサリのボンゴレです。
ここにいる、ここにいる、顔出して、こんばんは。影見えちゃった。映画のような、きれい。
贅沢。美味しすぎる。後ろに入んなってます。With you, the sun is shining 24/7. 'Cause when we're together, it feels like we're in heaven. If it will get dark, you'll be my million stars. ランマーさんに来ました。本日3日目です。今日はオノルルマラソンがあって、午前中はみんなで爆睡してました。午後からショッピングです。行ってきます。シークレット日本にないのでよく買うんですけど、アラモアの店舗が結構可愛いのが少なかったので、ワイキキにもう一個大きい店舗があるので、帰りまでにワイキキの店舗に行ってもっと可愛い下着を見つけて帰りたいなと思います。パジャマがクリーニングから帰ってこなくてこんなセットになりました。二言も帰ってこない。最近はすぐ泣きますね。はい、ご飯中もいっぱい泣くよね。できないことあるとはって言うよね。はい、明日はご機嫌さんでいてください。はい、わかりましたか。はい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 。OK? OK 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 OK
があって、もうこう寝る前になってしまいました。なんかなかなかこっち3日目なんですけど、全然ご飯をベビが食べてくれなくて、離乳食パックの結構好きなやつを持ってきてるんですけど、なんかねそれも嫌みたいで、嫌だと最後思うとガーってなっちゃうんですよね。なんで嫌ってなった時にどう対応するかっていうのもすごい大変だし、私たちもやっぱ日本じゃないので余裕がなくて、ご飯食べに行く、ご飯食べてる間も娘はご飯食べないから飽きちゃったりとかして、だけどずっと座ってなきゃいけないっていうのが多分ね退屈だし、それも嫌だしっていうので、ご機嫌斜めさんでそれぞれ交代であやすみたいな状況なので、本当に独身時代の自由に楽しめるっていうわけではないんですけど、まあでもねまだ3日目なので本当にね心配ですね、食べないのがご飯も。今回長いのでちょっと徐々に時差ボケとかも慣れていって、ご飯早くたくさん食べてくれたらいいなっていう感じです。まあそうなってくれないと私たちも人気で楽しめないので、ちょっと今はどんな感じになるかわかんないんですけど、本当だったら持ってきたものを紹介 Vlog とか、ハワイの違う YouTube もたくさん撮りたいなと思ってたんですけど、今ちょっとどうなるかわからないので頑張りたいと思います。明日はご機嫌さんでありますよ。おやすみなさい。You get mad when I ask what you're doing. Got me up all night, just feeling stupid. For wondering where you are and why we play this same game every other weekend. With my heart in the palm of your hand, tear it all apart. Why I let you do it? This is just so different. 今日は今からマリンスポーツをしに行きます。今日は初めてのベルちゃんをちょっと一時保育に泊まってして、トピンズがシェラトンの4階にあるんですけど、日本人の
シッターさん、保育士の方がいてくれるのですごく安心でめちゃくちゃ綺麗な場所で一時保育では受験しました。で、二人でマリンスポーツをしに行きます。穴場みたいです。めっちゃ本当は並ぶんですけど、
こっちの店舗はすぐ帰るので。ゲットしました。やばい、絶対おいしい揚げたて。いただきます。うん、めっちゃおいしい。やっぱレナーズが美味しすぎます。別ビルがやばい。おいしすぎる。ふわふわ。おいしいね。ホテルに戻ってきました。今からちょっとだけ娘を迎えに行くまで時間があるので、フェベのクリームとミストとロージーの撮影を。いい天気なので快晴のもと撮影したいと思います。そして今日のゲストを紹介します。今日のスペシャルゲストは水口さんです。2回目2回目です。今日かっこいいです。あ、それはもうハワイ、ハワイアン仕立ての、はい、もうハワイ、もちろんハワイでレストランおしゃれですね。東映画ですこれ本物。日本で食べるんですよ。これ氷だよ。めっちゃ美味しいじゃん。めっちゃ美味しい。めっちゃ美味しくない？余るなキャビア。エビ玉立てのパスタ。うん、レモン和え。何のパスタですか？ホタテとエビのパスタ。本当？本当。見たらわかるやん。見たまんま。見たまんまや。よいしょ。では。アサリのスパゲティ。なぜかパスタじゃないの。アサリのパスタ。このめっちゃ美味しそうなモッツァレラチーズのハムピザをいただきます。おしぼりです。おしぼり。いや、おしぼり。すごいね。すごいね。うんうんうん。すごい綺麗。クリスマスだね。うん。綺麗だね。キラキラだよ。ベビーベビーが起きました。ねえ。うんうん。ねえ、こっちも可愛いツリーがあるね。かわいいね、このツリー。お魚さんいっぱいいるよ。ねえ、お魚さんいっぱいのツリー。カニ。これは？見て。楽譜がツリーになってる。
かわいいね。うん、あっちもあるの。こっちはなんもない。こっちもあるよ。こっちを見に行く。かわいいね、これも。みんなの手作りじゃない？写真も飾ってある。あ、見て見て、隣も。これなんだろう、鳥？見て見て、鳥とかカメさんとかいっぱいいるよ。ハイビスカスもある。プルメニア。で、これ、こっち側よ。そう。ちょっと真似してる。後ろに誰かいるよ。うちちして、すごい。上手。真似っこする。The first step that we're going to teach them. And here we go. Right. Lift your hands up chest level. Wave your hands gracefully from right to left.
はい、それでは手をつけていきましょう。進行方向に手を伸ばしていきます。はい、皆さんグッジョブです。なんすか、大きいね。YouTube、 これ YouTube ちゃんと撮れてる。へー、アロハー、ハワイ楽しんでます。大きくてすんなの。確かに逆光やしかも。イエーイ。おい、ドラゴンでかい。ちょっと寒い。海にはこれを持っていきます。買ったパイナップル、パイナップル浮き輪、これがあるともう海にいっぱい入ったんですけど、楽勝です。結構浅くて波もここは結構あるんですけど、向こうに行ったら全然ないので、これでリベンジしてきます。なんかね、下にちょっと岩があるので逆に際の方が足が痛くないから浅いんだけど、岩が痛いらしいです。浮き腹と足つかないかな。いい感じ。意外とね、海の方がプールよりも水があったかいので全然寒くない。風も今日はなくて最高。このこれぐらいなんですけど、めっちゃ浅いの。やばい、海から見る景色が最高すぎる。今からベビちゃんをね、ちょうど海の時は海に入れないのでベビちゃんも嫌いみたいなので、ちょっと4階にシェラトンの4階にベビちゃんっていう、あの一時保育この間も使ったんですけど、ベビちゃんを預けしてます。だから2階にベビラーを少し持ってます。ベビを迎えに行ってきます。We're so happy to say, we're so happy that you. 沖縄に来ました。今日はドレスアップしてハイジというステーキレストランです。